そこには絆があった。そこには友があった。されど彼らが道は夢のごとくまどろみに散り、そこにはただ闇が残った。果たして絆は幻だったか。果たして友は霞だったか。瞳は閉じた。決別の少年、憎しみを追い、兄の影をつかむため、幾月幾年を超え、成長を歩む。巣穴に潜みし僧帽は、深淵の怒りが見えた。憎しみは復讐へ、怒りは新たな絶望へ、内葉佐助の物語がここに始まる。週末の谷の戦いが終わり、友と決別した内葉佐助は、一族の仇である内葉イタチを討つべく、その力を得るため、闇に救う者オロチマルのもとで3年の月日を過ごした。兄への憎しみを糧として強く、ただ強く成長したサスケ。巣穴より飛び立つ頃合いを見定めつつも、今はまだ闇に潜んでいた。しかし彼との再会の時は突如訪れる。かつての仲間である渦巻ナルトがサスケを求め巣穴へと侵入してきたのである。つながりを断ち切るまいとナルトは叫ぶも、もはやサスケの心は微動もなく、ただ目の前の敵を撃つためにその手は静かに刀へと伸びるのだった。俺とお前とのつながりはまだ切れてねえ。サスケ君、ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらうよ。お前たちに興味はない、さっさと消えろ。
目的、そして根底の感情、どちらも今のサスケとナルトでは大きな差があった。二度ナルトを退けたサスケはついに巣穴より羽ばたきの時を迎える。目標はウチハイタチ。 しかし、その前に別れを告げるべき相手が別にあった。それはこれまでの修行の師であり、イタチ同様その行いに横島の見えるもの、オロチマル。 オロチマル、あんたはここで消す。<笑>そろそろあなたの体をいただこうと思っていたところなのよ。俺より弱いあんたにそんなことができると思っている。 戦闘開始！ サスケの力は
オロチマルのそれをはるかに凌駕した。劣勢のオロチマルは転生忍術を用い、サスケの体を奪おうと試みるも、逆に力を吸収され、そして闇に散った。ついに巣穴より羽ばたいた内葉サスケは、水月、カリン、ジュゴという三人の仲間を入れ、蛇を名乗る。蛇の目的、それは無論内葉イタチへの復讐であった。標的の居場所を探るため、サスケたちは移動を開始。その最中、突如デイダラとトビと名乗る二人組がサスケの前に立った。彼らはウチハイタチも属する暁の者。貴重な情報を持つ二人に対し、サスケは刀に手をかけ、今まさに血をかけんとしていた。この子がイタチさんの弟か。あ、はじめまして。こいつがオロチマルをね。血に恵まれただけの勘違い野郎が。お前たちにはイタチの情報を喋ってもらう。